シャッティチャンネル。はい、今週のお助けアーティストさんは先週に引き続き高野萌さんです。今週のお助けアーティストさんはワオ、先週に引き続き高野萌さんです。ワオ、何ですか？いきなり噛んだ。このまま行きましょう。はい。前回までの放送を聞いてない方もいらっしゃるかと思うので、簡単に高野萌さんの紹介をさせていただきます。はい。2013年に講談社のオーディションミスアイディにて特別賞を受賞後、モデル、イラスト、ライブ活動など2013年から都内を中心にフリーで活動中のアーティストさんです。質問コーナー。リスナーさんから番組ホームページに送っていただいたもやまちゃんへの質問にお答えいただく企画となっております。はい、どんどこ行きますよ。まず行きましょう。お一人目から行っちゃいます。はい。ラジオネーム土崎さん。お二人が死ぬまでに行ってみたい場所や経験しておきたいことなどありましたら教えてください。あ、ですって。じゃあ私から、はい。2021年現在の私の一旦すごく死ぬまでに行ってみたいところ、国内だと2つあって、1つは富士急と、もう1つが大分のハーモニーランドです。あのピューロランドの大分版みたいなっていう2つで、両方行きたいけど行ったことなくて、まあでもそういうテーマパーク系はめっちゃ好きなんですけど、富士急もまあまあ遠いじゃないですか。まあ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 、うん、富士急行きたいんだ。行きたいです。でも機会がずっとなかったから行きたいけど、結構シーズンが難しくて、例えば春だと花粉症がきついじゃないですか。で真冬だとああいうジェットコースター系ってマジ寒いんですよ。まあ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 、まあ、でも真夏だと日が落ちてからじゃないと並んでる時とかすっごく焼けるじゃないですか。だからベストシーズンが少なすぎるっていう課題があります。そうですね、できれば、まあ、雨降ってもあれなんで梅雨もちょっといけないですかね。そうですよね。あれなんですね、ジェットコースターじゃあ大好きなんですね。永遠に乗りたいです。超好きです。だったらいいかもしれない。晴れてる日に行きたいですね。富士急はレベルが違いますからね。行ったことありますか？ありますよ。あるんだ。ありますけどね。何回あります？一回行ってもう二度と来ないなっていう感じです。そんな、なんかね、決別してた。ディズニーランドぐらいの気持ちでいるとおーってなるんですよ。確かにディズニーランドってその絶叫系すごく短いし。そうなんです。そんなでもないですよね。そうですね、あれ乗れてよし行けるとか思っちゃうとちょっとね、最初の1個目でだいぶ後悔する感じのレベルがだいぶ。ちなみに何年ぐらい前に行ったんですか？なんかね、あれ中学かな、高校生だ。じゃあもう克服してるかもしれないですね。え？いや、なんか例えば去年行ったんですよとか言われたら1年で成長してない可能性ありますけど。いやでも高校生が一番絶叫乗るじゃない。そうですか？乗ってました。あ、なるほど。一番なんか私あの千葉が実家なんですよ。うんうんうん、なんかディズニーランド本当に行ってて羨ましい。学校も千葉だったんで。あ、もうなるほどなるほど。なんかなので、まあ、ディズニーランドで行けるだろうぐらいのね、その気持ちでみんなで富士急行ったんですけどね。いいな。すごいんですよ。ねえ、すごかろう。全てがすごい。お化け屋敷すらめちゃめちゃ怖いですからね。あ、なるほど。絶叫系が怖いってそのジェットコースターとかの意味じゃないんだ。お化け屋敷すらもレベルが違うんですね。そうなんですよ。ジェットコースターもレベルが違いますけど、ね、そうですよね。本当にもうね、もうぜひ行ってほしい。うん、とっても行きたいですね。本当にね。そして、むしろ今空いてんのかな。富士急もレベルアップしてますよね。だと思います、きっと。もうさらにね、ウソーンっていうアトラクションは増えてるはずですよ。めっちゃいいな。サティさんはどこですか？私は行きたいところ、ざっくりですね、海外。飛行機がダメなんですよ。なのに、だからその一度は海外に行ってみたいみたいな。
なるほど、今まで行く機会がなかったってことですね。そうそう、あの飛行機がちょっと長くなるのが怖いので。あ、怖いんだ。そうなんですよね。長くなければいいんですか。あ、まあまあまあ、そうね、国内でいうと沖縄が一番最長なわけですよ。ほうほうほう。まあそれももうね10年ぐらい前ですけど、なので、まあそれぐらい沖縄レベルの長さだったらいけんのかなみたいな感じなんで、韓国は行けますかね。確かに、ね、え、どうだろう、同じぐらいかな。じゃあものすごい時間乗らなきゃいけないような国は怖いってことですね。いやそうですね、ヨーロッパとかもうちょっと飛行機がちょっと怖いですね。へえ、なるほど、あんまり考えたことなかったかも。あ、でもね、そうですよね、ジェットコースター好きですもんね。あ、いや、そういうことじゃなくて、うん、そのなんだろうな、交通事故に普通に遭う確率に比べればって思っちゃうからかも。あ、もうなんかめったに落ちないじゃないですか。そうですよね、うん、なので大体大丈夫ですよ。飛んだ瞬間からもう私もう喋らなくなる。面白い、怖いんですね。飛んでる、今飛んでるみたいになっちゃうんですよ。怖いんですよ。そしたらサティさんが海外行く機会があったら、ツイッターに多分お祝いメッセージと励ましの言葉がそうです、ね、いっぱい来ますね。大丈夫ですよみたいな。飛行機の際の注意点みたいな。みんながなだめてくれそう、なんか。そうなんですよね。経験しておきたいことは何ですか。行ってみたいことではなくて、違うわ、うん、行ってみたい場所ではなくて、でもそれで言ったら、私今、この年になって初めてボイトレってものを、まあ、あの、なんだろうな、オンラインなので、直接会ってやってるわけじゃないんですけど、始めて、今もやっていて、うん、で、それって、なんかこう、小学生の時とか中学生の時とかに、ボイトレに行きたいって明確に思ったことはなかったんですけど、なぜかちっちゃい時演歌を習ってみたかったんですよ。で、その理由が演歌が好きだからではなくて、演歌を歌ってる人って、まあ、そもそも上手くないとあそこの境地に行かないし、あの上手くないと残れないじゃないですか。で、上手い人たちってみんなものすごい気持ちよさそうに拳を聞かせて、すごい声量で肺活量の鬼みたいに歌うじゃないですか。あ、まあ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 。だからなんかあれを好きか嫌いかじゃなくて、まあ、あそこまで歌えたらさぞ気持ちよかろうみたいな気持ちが小さい頃にあって、なぜかね、その宝塚とかミュージカルではなくて、一回だけ演歌習ってみたいなってずっと思ってたんですよね。へえ、なんか演歌って血がそうじゃないですか。本当ですよね。普通のボイトレと ね。民謡とか演歌とかね、種類違そうですよね。でも、その気持ちを抱きつつ知らないうちに聞いて、まあ今は全然自分の曲を見てもらったりとか、そういう感じで演歌とはかけ離れたレッスンなんですけど、でも今思えば歌は習いたかったのかもなとは思います。うーん、うん、じゃあまさに今やっとるってことですね。やってるって感じですね。おー、なるほど。サッティさんはギター以外ありますか。経験しておきたいこと、うん、筋トレマッチョ人生。そこちょっとマッチョ一回はなんかこうマッスルボディになってみたみたいじゃないですか。でも女性って男性と比べてその筋肉をムキムキにつけるのってかなり大変じゃないですか。そうなんですね。例えばお腹に線が入るぐらいだったら多分頑張ればいけるけど、その中山筋肉レベルにお腹を割るだったりとか、あ、そういうあのボディービルダー並みにもしなりたいと思っているのなら結構大変だと思う。好きなんですよ、そのボディービルダー並みのマッチョが好きなんですよ。本当ですか。初めて聞きました。細くないやつ。うんうん、あの大きい筋肉ってことですね。北斗の拳みたいな感じの。はい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 、はい、ああいう感じ。細マッチョとかじゃなくて、ゴリゴリの。そうそう、ゴリゴリの胸板みたいな。太みたいなの方が好きなんですよ。え、それは自分が見てて好きじゃなくて自分もなってみたいんですか。ちょっとなんかちょっと見てるのも好きなんですけど。はい。まあでもそこまではちょっと辛いですかね。うん、あと骨格と体型的にもしサティさんがそこ目指したらマジで。どうしたらなれるんでしょうね。元から胸板が厚いタイプの女子とか、元からこうあの骨が大きいタイプの人だったら多分希望はあるんですよね。そう、サティさん骨華奢なんでね。でも多少この筋肉だっていう感じになってみたいというか、1ミリも通ったことがないんで、ちょっと一回やってみたいなっていうのを、あ、よく見るだけにね、その、そうなんですよね。それはそれにもし到達したらやってみたいことがあるとかですか。重いものを持ってみたいとか逆立ちしてみたいとか、なんかそういう
次のステップがあるとかではなくて、単に筋肉やの方がね。こうやりたいみたいな感じですもん。あ、マッスルポーズ。そう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 。おお。こうやりたい。あるみたいなことしてみたい。ふんってしたいですね。そうそう。おおみたいなことをしてみたい。確かに。そう、ちょっとこれラジオじゃ伝わんないんですけど、見てください。私こうやっても、ま、何にも出ないんですよ、二の腕。わかります？おー、何にもなくて。でも普通、女子でも二の腕とかここら辺にこうポコって、グッて力入れたら出るんですけど、私何にも出ないんですよ。なくて。美しいですね。美しくないんです。筋肉がないんです。いや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 。なんかそのね、なってみたいなっていう願望あります。でもそしたらギターをいつも持って移動するじゃないですか、サティさん。はいはい、そうそう。それすら筋トレにね。そうなんですよ、うん。ちょっと持って行きやすくなるんじゃないかとか。確かに。そのガラガラ弾くのもね、うんうんうん。ちょっとそういう願望もありまして。その面白い。ね, ね、そのうちなるかもしれない。ムキムキサティさん。機会がありましたらね。やってみようかなと思っております。筋トレ一生期待してます。はい、次いきます。はい、ラジオネームリュウタンさん、リュウタさん、うんうん、サティさん、森山さん、こんにちは。こんにちは。お二人に質問ですが、はい、コロナ禍が明けてから行きたい旅行先を教えてください。おのおの一人で行くときと、私と森山ちゃん二人で行かれる場合を教えてください。うん、なるほど。そもそも一人旅か。あ、確かにね。サティさん、一人旅の経験あります？ないですよ。おお。ああ、え、旅ってどんぐらいですか？確かに。確かに。まあ、旅の確かに定義人それぞれですよね。うんうんうん。実家帰るのが旅だったらもう一人じゃないですか。確かに。遠かったらね。うん。難しいですね。一人旅をそもそもしたいという願望があまりないかもしれないですね。確かに。今その旅だけ理由っていうのはないですね。その、うん、どっか実家帰るとか、うん、その現場が遠いからホテルに前乗りするとかは一人ではあるんですけど、うんうんうん、確かに。ただそこからその旅行して帰るみたいなのはないかなっていう感じですかね。そうですね。じゃあ一旦ちょっと私は今現在めっちゃ一人旅したい気持ちがそんなないことが判明したのでスルーさせていただいて、はい、仮にサティさんと二人で出かけるなら、サティさんは今そこまでの絶叫ファンではないということが、把握いたしましたので、そうそうそう、判明いたしましたので、とりあえずじゃあ藤木以外ですよね。あ、そう、そうなりますよね。私はもうね、決まっておりますよ。もうどこですか？絶対ピューロランド。へー、行ったことがないので、うんうんうん、その案内してくれそう。確かに。なんかいろいろその穴場とか、うん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 、ピューロランドのなんか知られざる魅力みたいなちょっとこう教えてもらえそうだなみたいな。それはいいですね。近いしね。そうですね。うん、もう絶対ね。いや、海外とかに比べたらもう秒じゃないですか。海外はちょっと近所じゃないですか。ハードルがちょっと、飛行機のハードルが高くてちょっと、ね。そうですよね。そうですね。あとピューロのいいところは雨が降っても大丈夫ですので、確かに、うん、そこがいいですね。そうですね。そこはディズニーランドと違いますね。うん、うんうん、あとワンデーパスもディズニーの半額くらいかな。へえ。多分それくらいですね。値上げはしてるけどお安いです。ね、今ピューロもなんか予約制だったりとか、そのコロナのせいで。1回あたり入れる人数絞ってたりとかして結構並ばなきゃいけないとかあるので、ああそうなんだ、うん、その感じがなくなったらだいぶ伸び伸び見れると思います。ああ、じゃあそうなったらぜひね、行きましょう。ね、行きましょう。行きましょう。嬉しい。はい、次行きましょう。行きましょう。はい、ラジオネーム佐藤さん、ありがとうございます。はい、サッティさん、萌山さん、こんにちは。お二人に質問です。はい、もし1日お互いが入れ替わったら何をしたいですか？おお。ま、1日だけか。そうですね、うん、入れ替わったと気づいた時の一言などあれば教えていただきたいです。入れ替わった時の一言として、入れ替わった瞬間24時間に切り替わるということがもし判明しているのならラッキーって思うし、判明していないのなら、まず自分が置かれた状況を整理したいから、どうしようかなみたいな情報収集から始めます、冷静に。私もラッキーだな。24時間やったら、え、めちゃめちゃやりたいことありますね。同じく。だってそもそも私楽器弾けないから、サティさんはギター弾けるし、なので多分私だったら超リアルに、例えば配信とかで使えるように1日かけてギターを弾いて録音しますね、オケを。ですよね。うん、絶対そうしますね。しかも重ねて撮りますね。ですよね。さら
らにハモリも取りますね。やっぱ声違う声重ねた方が厚み出るんで。そうか。コーラスまでいきますね。なるほどね。え、それは機械とかの使い方も把握してんのかな？体だけなのかな？把握してるでしょうね。うん、あ、してるんだったらやっぱギター弾きますね。ギターならね。うん。うん、そうだと思いますね。方向性が全然違う。あ、あとは、まあでもそのギターを死ぬほど弾かせてもらってめちゃくちゃお経を取らせてもらって体を駆使するお礼として、最後の2時間ぐらいで、ちょっとキッチン借りて、サティさんが1週間ぐらい楽しめるぐらいのおやつをじゃあ作り置きして、マジっすか？最後の2時間は過ごしますか、ね、マジっすか？そしたら体変わった時にサティさんはめっちゃ食べるものあるラッキーってなるんで。おぉ、それは今変わります？変わっときます？今。全然いいっすよ。そう、そうしまる、うん、そうしるかな。ほほー、うん、いいっすね。はい。私はなんか、もう完全にだって、ねえ、これは皆さん思うと思うんですよ。もうおやめちゃんと入れ替わったらですよ。え、みんな何するんだろう。いや、もう、わかんない。私は、もう完全に、その瞬間に、はい、海行ってビキニ来て歩きまくりますね、こう。私、海でビキニ来たことないです。こう、来い来いみたいな。カモンウェルカムみたいな感じでこう。ちょっと待って、面白すぎるんですが。ナンパしてみたいな。もう、相当、相当声かけられるだろうな、みたいな、ね。いやいやいや、いや、もうきっと誰もが思うやつですよ。もう、サティさんの口からナンパしてって言葉を聞ける日が来るとしてもじわじわきます。もう絶対絶対やりますね、それをね。だし、もうできる限りこう決め顔で YouTube やら Twitter やらをこうあの撮りまくって、その可能な限り、あ、更新するんですね。写真でこう撮っといて、こうおっおっつって。え、でも自撮りは、私本当に載せてるのは、何十枚何百枚と撮って、さらにレタッチして、その中から厳選した一握りのやつです。だ、大変ですよ。だ、入れ替わって自撮りしたら、思ってより盛れないとか、この角度がダメとか、あらを知ることになると思います。あ、大変な思いしてたんだ、みたいな。いやいや、もうなんかレベルアップしすぎてて、もうテンション上がっていろんなとこ撮ってそう、こう、腕細いとか、こう、やばい。ちょっと、いやいや、面白い。テンション上がってこう。いやね、あるバージョン、ないバージョン。どうしよう、サティさんのやりたいことが予想と違った。めっちゃ撮りたい、ね、海行くんですね。海は絶対行きますね。泳げないですよ、ちなみに。いや、もう歩くだけでいいんですよ。歩くんだ。ウォーキングしに行くんですね。来いっつって。もう水着がポイントですね、もうね。今だって、ナンパとかしてるんですかね、海で男たちは。どうでしょう、海に行かなすぎて分かんないんですよ。あ、今行けないですもんね。うん、いいですね。どうなんでしょうね。まあ、しかし行きますよ。確かに去年とかコロナで海どうだったんだろう、閉めてたのかな、マスクして水着だったのかな。それはないんじゃないですか。ちょっと水着ギャルになったことがなくて分かんないです。いや、そんなにでもみんな行かなかったんじゃないですかね。まあ、我慢したのかな、まあ、そんな感じかな。まあ、あとはもうあれかな、お料理 YouTuber に一日だけなってみる。そんなにいろいろ作れるわけでは。できないから、私が。うん。いや、サディさんやらないだけですよ。できないんで。いやいやいや、本当にね。本当にね。うん、できないんですよ。いや、もう、ひたすらこう、お料理して、その、うん、できたーとかいう YouTube を撮ってみたい。その、なんか、しかも、こうね、美しい、こう、ビジュアルになってるわけですから。もうやめてください、もう。完成とこうね、こうやってやりたいじゃないですか、こう、カメラに向かってこうね。ハードルがすごい。やりたいこといっぱいありますね。もう、じゃあ変わりましょう。変わります？一回ね。絶対テンション上がっちゃう、もう。ちょっと今聞いてくれてる皆様が、私やサティさんと変わったらどうしたいかを、じゃあぜひ ね、ツイートに書いてください。そうですね。うん。もう、わあ、もう、親御ちゃんと変わったら、もう、みんなやりたいこともありすぎるですよ。もう、どうしよう。お布団にも潜りたいです。ね、次行きまーす。はい。ラジオネーム、シュガーハートさん。サッティさんも親山さん、こんばんは。こんにちは。こんばんはか。こんばんはだわ。うん。いつもお二人のラジオ楽しみに生きております。あら、ありがとう。ありがとうございます。突然ですが、お二人に質問です。近頃、転生もののアニメや漫画が流行っていますが、うんね、別世界に転生して新しい生活を送りたいと思ったことはありますか？私はとても可愛い美少女アイドルになって転生先の世界を石棺って読むんですか、うん、したいです。はい、転生確かにめちゃくちゃ増えましたよね、アニメとか。なってみたいキャラクターとかあります？
考えたことないですね。これになったら便利よねみたいな。便利か。ジーニーになるみたいな。あ、ジーニーになっちゃダメだな。アラジンになった。とかね。なんか今ちょっと軽く想像してみたんですけど、いろんなアニメや漫画の主人公って結構なんか無理なものを超えなきゃいけなかったり、何か背負ってたり、なんなら今の私たちの暮らしや生き様の方が幸せなのではと思うぐらい何かこう乗り越えてたりするじゃないですか。その可愛いとか強いとかの代わりに何かそういうのを持ってるから、転生したくないですね。ああ、そうっすか。うん、そっちです。だって、うん、なんかルフィになって指で伸びたいみたいなとか。全然。だって、そしたらね、海賊王になるためにみんなを率いなきゃいけない。そんな責任。いいんじゃないかな。腕伸びるだけで便利。あそこだけでいいんだ。なんか、家、一点に行って全部取れますよ、こう。へぇ、料理するとき楽ですよ。それは確かに。フライパン振りながら全部調味料取れるみたいな。それは便利。でも転生はそうですね、したくないが私の回答かも結局。あ、うん、なってみたいっていうと私はあれですね。何ですか。まあ、やっぱちょっとマッチョになっちゃいますけど。出た出た。孫悟空とか。ああ、やたら強い人。確かに筋肉すごい。筋肉がね、そうなんですよ。え、トリコとかわかります。あ、わかんない。あ、わかんないか。こんな感じな。まあ、ほぼドラゴンボールみたいな体ですね。あ、後でググってみてください。いいですね。見てみます。分厚いんですよ。分厚いのいいんですよ。力やばいです。そうですね。一回ちょっとそのね、やっぱマッチョになってみたいんでしょうね。へえ、面白い。ね、はあ。マッチョ。そう、マッチョで言うと、私、20ちょいぐらいまで、はい、体の大きいマッチョな人が全人類苦手だったんですよ。で、理由が怖いからっていう。あ、まあね。その優しいマッチョとかが多分身近にいたら近かったんでしょうけど、いや別に優しくないマッチョに何かされたこともないんですけど、なんかこう人間の本能としてやっぱ我々女性は何かあった時に男性にはまず勝てないじゃないですか。でもスタートとして男性には勝てないのに、マッチョだったら余計勝てないっていうなんか心理が働いて、マッチョっていうだけですごい恐怖を覚えて苦手だったんですよ。でもなんか年を重ねるにつれ、もちろん当たり前だけどいろんな人がいるから、まあ別に体が大きくても小さくても、まあそもそも私は男性には勝てないので、はい、なんか嫌いとか怖いとかは全然なくなりました。でも怖かったんですよね、昔は。まあ確かに、まあ、ごついし、うん、その怖く見せるのもちょっとなんていうんですか、マッチョのなんか、うんうんうん、役割というか、うんうん、俺強いぜっていう、その怖い、強さの主張がね、怖いぜっていうための筋肉ですもんね。鎧みたいなもんですよね。鎧、確かに、ね、わかんないですよ、なったことないけど、うん、ないですね。そうですね、面白いな、うん、マッチョ。マッチョ、そうですね、うん、はい、なんかマッチョで終わるのもあれなんですけど。まあ、ないということですね。うん、あんまり転生、そうですね、 したくないかも。まあでもちょっと考えてみて、もしこのキャラにやっぱりなりたいがあったらツイッターに書きますね。あ、そして放送までにね、うん、そうします、はい、お楽しみに。はい。そんなわけで、はい、セッションに参りたいと思います。今回のセッションはあれですね、グッデイですね。はい。こちらなんでまた選曲。でも、グッデイは、2014、5年とかかな。かなり前からライブでカバーしてきて、うんうん、なのでカバーしてる曲の中では古いんですけど。この曲、いいですよね。はい。では、聴いていただければと思います。はい、そんな顔してうつむいてるつもり、嘘でもいいから大丈夫って言ってごらんよ。そりゃ僕だって立ち止まることもあるさ。でも誰だってそこからまた歩き出すんだ。今日よりグッデイ、明後日は明日よりグッデイ。言い聞かすように歌えば笑顔でいつの間にかグッデイ。笑顔でいつの間にかグッデイ。
して。あなたに会える日は、ピンク色をお化粧をキラキラ。本日もエンディングのお時間がやってきてしまいました。はい、本日のお助けアーティストさんは先週に引き続き高野萌えさんでした。この番組ではですね、キーワード企画をやっております。高野萌えさんがお助けアーティストの4週の間、毎回エンディングで一文字ずつキーワードを発表しますので、それをつなげていただいて、4週目にできた4文字の言葉を番組ホームページまで送っていただくと、送っていただいた方の中から抽選で1名の方にお名前と高野萌えさんのサイン入りのスペシャルお写真画像をプレゼントいたします。今週のキーワードは何？ラリルレロのラです。ラです。ラです。はい、ぜひ4週目まで聞いていただければと思います。それではまた来週、お相手はギタリストのサッティと小山由でした。また来週。